この動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。母ちゃんじゃなくてママが欲しい。キモモか。急にどうしたの？お兄ちゃん、ヤブからボート降り越して死んだ方がいいよ。ははっ、ストレートすぎてくさ。いやさ、今年のボーナス少ねえんだよな。こんな状況下で生活も厳しいし、これじゃ月1回出しなんでるヘッドスパもろくにいけねえよ。お前並兵より少ねえだろ。こんちは、遊びに来てやったで。あ、ユズソフトの人だ。美少女ゲーム界のリッチーブラックモアがこんなところにわざわざ来てくれるとは。おやすみなさい。お前、今年もバースデーライブ開催するんだろ。プレミア席買っといてやるからありがたく思えや。ヒナの名よ、中の人いじりやめえや。てか旧芸名で呼ぶなや。それはそうと、アカネちゃん、今日はどうしたの？いやさ、このチャンネル前から思ってたけど、扱う題材がちょっとマイナーすぎへん？さすがにそろそろ有名どころとか紹介した方がええんちゃうんか？そやな、最近の解説はパンク系が続いてるから、そこらつながりでグリーンデイとかニルバーナとかどうや？ははっ、お前何様だよ。他の動画で説明し尽くされてるよね。いきなり人んち来といて人様のチャンネルをどうこう言うとか、正味人間性を疑うよね。まあどうしてもというなら、音声読み上げソフトのよしみで特別に今回も解説してあげるよ。あかねちゃん、待て待て待て、なんかうちの頭おかしいやつみたいに先導すんのやめえや。このチャンネルは幅広い世代向けにいろんな音楽の魅力を紹介するのが趣旨やろ。それに見合った分かりやすい動画にせえっちゅうことや。うん、わかったよ。しょうがないな、今回は有名なバンドを解説しようか。お、そうか、行ってみるもんやな。うね、何を題材にするんや？まあグリーンデイとかニルバーナの名前が出て、かつパンクと言ったらあのバンドしかいないよね。お、あのどちらもバンドか。ああ、あれか、土着さよきですな。お、有名なやつがいるんやな。それでなんてバンドや？超メーカー。誰？このチャンネルは私が好きな音楽についてあれこれ語るチャンネルだよ。ゆっくりしていってね。そろそろ背景まともなやつに変えた方がええんちゃう？ということで、今回はいきなり人ん家に来て人様のチャンネルの方向性をあれこれ指図するも、結局自分のにわかさを露呈してしまったアカネちゃんのために、グリーンデイとニルバーナに並ぶ存在になるはずだった90年代超重要パンクバンド、ジョーブレイカーについて説明とその魅力を語ろうと思うよ。ジョーブレイカー、なんか前のエモ解説で聞いたことあんな。あ、思い出したで、カーノビーのバンドの曲やろ。なんでそっち覚えてんだよ。このバンドは90年代のパンク界隈でめちゃくちゃ騒がれたバンドで、パンクといえばジョーブレイカーとか、ジョーブレイカーの時代が来るとか、ローリングストーンズ氏やスラッシャー氏といった大手メディアからも大注目を浴びていたバンドなんだ。めちゃくちゃすげえバンドやん。いつも通り派手なリアクションだね。ちなみにニルバーナのボーカルカート・コバーンも好きなバンドだし、フォールアウトボーイといった有名なバンドも彼らの曲をカバーしてたりするよ。結構な大御所に愛されてるやん。ビッグベイパンクを通ってる人なら知ってるバンドかな。エモ界隈から知ったって人もいるし、本当に面白いバンドだよね。ははっ。うん、なんかよくわからんが、エモいパンクみたいなもんか。想像つかんが。まあそこら辺は人様々だと思うけど、歴史を知ると結構エモい部分はあるかもね。とはいえ知らないよって人が大半だと思うから、できる限り時代背景やところどころ出てくるジャンル用語にも説明を加えて解説していこうと思うよ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。それでは早速始めていくよ。よろしく頼むわ。ジョーブレイカーの始まりは遡るとカリフォルニア州サンタモニカで、当時高校生で同級生だったブレイク・シュバルツェンバッハとアダム・ファーラーがバンドを結成したところから始まる。なんか難しい名前やな。まあ以後はブレイクとアダムという呼び方にするよ。当時彼らは15歳で、ブレイクはギター、アダムがドラムで、その他メンバーと一緒にバンド活動をしてたんだ。15歳か、若いな。ちなみにその頃の彼らはポストハードコアやオルタナ系といった80年代にアングラで盛り上がっていた音楽を漁っていたらしいよ。 SST のコントあたりが好きだって言ってたね。 SST、 ちらほら前の動画とかで名前出してるけど、ブラックフラップっていう US ハードコアのどてら有名なバンドがいるのは覚えてる？そのメンバーが設立したインディーレーベルだね。有名どころだとハスカーブとかソニックユースとかを輩出してるよ。全然わからん。まあとりあえず当時世間で流行ってたポップや
ハードロックというよりかは、アングラ界隈のロックを聞いて育ったって感じだね。ちなみに SST については、別で解説動画出すかもしれません。誰も見ねえんだよな。トリマバンド活動してたんだけど、時を経て、彼らは大学へ進学するために、ニューヨークに行くんだ。地理的に言うと、アメリカの西側から東側に移動したって感じやな。で、その機会に、二人は本格的にバンド活動を始めることを決意したんだ。構成としては、ブレイクがギターボーカル、アダムがドラムなんだけど、バンドとしては、あとはベースが足りないという状況で、メンバーを探すことになるんだ。バンドのパートは基本的に、ボーカルとギター、ドラム、ベースやもんな。そんな時、二人はとあるメンバーを見つける。ちょっと待て、メンバーって何や？アカネちゃん知らないの？当初の動画からバンド紹介してるから、てっきりここら辺はわかると思ってたのに、メンバー募集の役だよ。そんな略し方、普通せんやろ。と、思うでしょ？バンド界隈で昔流行ってた単語なんですよ。残念だったね、ゆりなん。はは、これだからめちゃ恋らんまんなやつは。中の人いじりやめえや。話戻すけど、そんな感じで二人がベースを探しているとき、とあるベースプレイヤーが、メンボの張り紙を出していたと。それを見ていると、なんと驚きの内容が、その張り紙貼った人が、影響を受けたバンドを記載していたんだけど、当時のアングラ界隈で騒がれていたバンドたちの名前が羅列されていたんだ。あれ？この前解説してたデイセンデンツの名前があるな。へえ、こんなところで繋がるとは。彼らは本当に偉大だからね。その他にも、ライツ・オブ・スプリングといったワシントン DC ハードコアのレジェンドもいるし、さっき言ったハスカーブの名前もあるね。おっこ、シカパンのオス、ネイキッド・レイガン様もいますな。シカパンってなんや？はぁ、アカネちゃん、そんなのも知らないの。こんなんじゃクロント様に呆れられるよ。なんたるデータ楽。決まってねえよ。スカパンみたいに訳すんのやめろ。起こすぞ。というわけで、メンボには、80年代のアメリカアングラシーンで、活躍していたロックバンドたちの名が羅列してあったんだ。ブレイクとアダムはそれを見て、衝撃を受けて、この張り紙の主に連絡をするんだ。こうして、ベースとなるクリス・バウアーマイスターを迎えて、ジョー・ブレイカーが誕生するんだ。クリスって言うんやな。メンバーは3人か。いわゆる3ピースってやつか。補足すると、結成当初は、たびたびバンド名が変わってたらしいけどね。くじ引きの結果、ジョー・ブレイカーで決まりになった話、まさにパンクだね。というわけで、ジョー・ブレイカーが結成して、最初はニューヨークあたりで活動してたんだ。当時は、80年代末期で、世間的に UK パンクの熱はすっかり冷め、ポップ界隈が賑わいを見せてたし、ロックシーンでいうと有効は、ハードロックとスラッシュメタルが台頭してた時期かな。ボンジョビ、ダンス、あとはメタリカとかかな。マスター、マスター。一応、アングラ界隈では、ワシントン DC あたりの、エモ解説の時に話したボストハードコアや、シアトル付近とかで当時として異質なロックである、オルタナシーンとか、コアナファンの間では、盛り上がってはいたけど、はっきり目に見えるものではなかったんだ。オルタナって何や？オルタナティブロックのことを、略してそういうことが多いよ。一般的な意味合いだと、商業的で流行っている音楽とは逆の、DIY 精神を持った挑戦的なロックって意味合いかな？個人的には、80年代に出現してきたアングラシーンのロックに見える特徴を、持った音楽っていう意味合いで使うことが多いと思う。まあ、グランジとかも結局売れちゃうしね。90年代になると売れちゃうからね。グランジって、ニルバーナとかのやつやな。ちなみにシアトルシーンを、グランジシーンではなく、あえてオルタナって、広い言い方してる理由は、エモ界隈知ってる人なら通ずるはず。届けこの思い。何の話してんの？とりあえず、アングラシーンはこの頃から盛り上がっていたけど、パンクやグランジ、ポストハードコアは、まだ世間的には認知度はあまりなかったんだ。だけど、あえて下火だったパンクをやるって感じで、ジョー・ブレイカーのメンバーたちは、活動をしていくわけなんだ。あえてやるってのが、なかなかパンクやな。で、ニューヨークで活動して、初期の頃から、結構な数の曲を作るんだ。そして、結成から約3年後の1990年、ファンならおなじみの、最初のアルバムを出すわけですよ。素晴らしい。秋元康、ファン説、猫や、かわいい。このアルバムが好きな人、多いよねー。グリーンデイのボーカル様お墨付きの名盤ですよ。ジャケの愛らしさとは変わって、中身の渋さがたまらない一枚ですな。90年代パンク名盤の中では、派手さがない作品だけど、ブレイクのしゃがれた歌から放たれるメロディが結構キャッチーで、ザ・インディーとも言える荒々しいサウンドの中で、それがひときわ目立っているんだ。それがただのポップなパンクではない、面白い点でもあって、そこの良さに気づくと、もう何回も聴いてしまう。そんな知る人ぞ知る名盤ですよ。はい。収録されてる初期 EP 曲もいいよね。なんか事前伝っぽさがあるんだよな。クリスのベースライン、
よき。怒られるかもしれないけど、一言で言うと、渋いポップパンクって感じだね。聞き込めば聞き込むほど、味が出てくる。とはいえ、ただのスルメ版ではないのがミソ。メロディがキャッチーの極みだから、簡単に覚えられるんですよ。だから初めて聞いてもインパクトは残るのに、何回も聞くとさらにその渋さの魅力の虜になっていく。そんな魔力を秘めた一枚と私は言いたい。はい。渋いポップパンクって、なんかそそられるな。ということで、記念すべき一枚を出して、彼らは最初のツアーに挑むんだ。だけど当初は知名度もあるわけではなく、パンクも下着の時代で、あまり功績は残せなかったんだ。まあ、そうなるやろな。知名度の低いバンドの辛い現実やで。で、初めてのツアーの後、ジョーブレイカーは解散間際まで追い込まれることになる。早すぎやろ。なんで？これ諸説あるんだけど、メンバー間の不仲が直接的な原因かな。さっきのメンバーの話になるけど、もともと、このバンドにいる、ブレイクとアダムは、高校からの同級生で、ベースのクリスは、大学時代から参加してきたメンバーなんだ。ってなると、仲が良い同士のブレイクやと、よそ者みたいなクリスとの間に、どうしても溝ができちゃうんだ。で加えて、ドキュメンタリー映画とか見てると、メンバーたちみんな、音楽に対しては、自己主張が強い感じで、それが原因で、激しく衝突することが何回もあったと語ってるんだ。という感じで、そんな彼らの性格と理念の不一致が発端となり、そこに不慣れなツアーのストレスも加わったことで、ツアーの後に、もうこのメンバーでやってけないって感じで、解散騒動が起きたんだろうね。まあ、いろいろ大変やったんやろな。ちなみにウィキペディアでは、解散したって記載してるけど、信憑性のありそうな外部サイトがないし、実質的にはすぐに活動再開するから、個人的には、解散というよりは、一時的な活動休止かと思ってるよ。この騒動が起きた時、ブレイクらはそれまで通っていた大学の学位を取得するタイミングで、この出来事とちょうど被った感じでもあるしね。この頃からメンバー間の不仲が、目立ってたのは事実だけど、このバンド、仲悪いんか。まあ、ここは何とも言えないって感じかな。興味を持った人は、彼らのドキュメンタリー映画を見ていただいて、ご自身で理解していただきたい。性格の不一致だけではない、複雑なものがいろいろあるんだって、きっとわかってもらえると思う。ということで、一回解散まがいの出来事があったわけですが、すぐにこれは解消されるんだ。クリスとブレイクらはニューヨークで、最終的に和解し、バンドは継続されることになるんだ。その後、ジョー・ブレイカーは、ニューヨークのバンド音楽シーンに、限界を感じたため、サンフランシスコに拠点を移すことにしたんだ。サンフランシスコって、ここら辺だね。地理的には、ニューヨークからアメリカ西海岸に移った感じだね。もともとブレイクらはサンタモニカ出身だから、戻ってきたって感じだけど、東側出身のクリスからしたら、結構なお引っ越しとなりますね。クリスの西海岸地帯、半端ないよね。東と西で気候違うからしゃあない。年中晴れてると逆に気が病むよね。ちなみに動画制作者は東北出身だから、年中晴れてて欲しいと懇願している側です。いらねえ情報。というわけで、ジョー・ブレイカーは、発端はニューヨークだけど、これ以後、サンフランシスコを本格的に拠点として、活動していくんだ。そして、ここで重要なのが、当時のサンフランシスコの音楽シーン。うん？なんかあったんか？アメリカの80、90年代のアングラ音楽シーンとして、外せないシーンがここにあったわけですよ。それが、イーストベイパンク。イーストベイ？東の海岸ってことか？サンフランシスコって、西海岸ちゃうん？そうだね。でもイーストベイなんです。え？どういうこと？このイーストベイは、サンフランシスコの地理から取られている名称なんだ。こんな感じで、サンフランシスコ湾から見て、東側にある土地を、通称、イーストベイって言うんですよ。はい、ということは、イーストベイパンクって、そこで発展したパンクっちゅうことか？その通り、パンクハードコア好きなら、外しちゃいけないシーンだと思ってる。代表バンド例としては、こんな感じ。グリーンデイをはじめとして、パンクファンなら誰しもが、レジェンドと崇めるような存在が、ゴロゴロいたわけですよ。おい、オペレーション ID とビクテンないねえぞ。あと、サマヤム兄貴と、スティッキーの親便、パンクを出しているのか。あえて外してます後々イーストベイパンク特集してから。ちょっと、あの、手のひらない。という感じで、ジョー・ブレイカーは、このシーン界隈で、精力的に活動をしていくわけなんだ。ちなみにこのシーン、前のエモ解説でお話ししたポストハードコア、いわゆるワシントン DC ハードコアのように、DIY 精神が結構強いアングラシーンで、かつ、パンク以外にも色々、挑戦的な音楽をしているバンドが多かったんだ。そのせいか、彼らの渋いパンクも、受け入れられやすく、当初から人気は出始めていたんだ。そしてサンフランシスコ界隈で、活動を始めて、ここで重要な作品を出します。それが、2枚目のアルバム、ビボーク。来ましたわね。スコスコ。これがね、あんまり注目されてないんだけど、後のジョーブレイカーを決定づけた、素晴らしい作品なんですよ。カートお気に入りの曲も入ってますね。ああ、ツアー中、しつこいくらいこの中の曲を、ライブでリクエストされてた話、あったよね。え、マジ？
ニルバーナのボーカルが。はい。で、このアルバムですけど、個人的な評価としては、パンクが新たな次元に入ったと感じる出来なんですよ。え？めちゃくちゃ持ち上げるやん。その理由として、まずブレイクの歌詞が内省的になったんだ。当初のパンクやハードコアっていうのは、社会批判を歌ったようなものが多いってのは、前からお話ししてるよね。それでディセンデンツのような、もっと日常的に対して不満をぶつけるとか、ワシントン DC ハードコアのような、感情的な部分にフォーカスを当てて歌うとか、この時代になると、反社会的なことよりも、もっと小さなところに焦点を当てた。言い方はあれだけど、普通の人が共感しやすいような内容の、パンクやハードコアが出始めてきてたんだ。で、その中でも、このブレイクはとりわけ内省的、いわゆる自分自身の気持ちや感情に、焦点を当てたような歌詞が綴られてるんだ。そしてイーストベイパンクのような、アングラシーンの露骨に荒いサウンドで、表現されるパンクの中に、ブレイク独特のかすれた声と、メロディセンスが相まって、彼らの最大の魅力が発現してくるんですよ。哀愁、っていう魅力がね。哀愁。なんか感情的に揺さぶられそうな要素やな。それが面白い点で、イーストベイパンクの中でも、異質と言われる彼らの理由の一つだと思うんだよね。イーストベイパンクって、音楽的な特徴でくくられたものではなく、さっきも言った、サンフランシスコのベイエリア東側で、発展した音楽シーンっていう意味合いが強いんだ。とはいえ、大雑把に言うと、何声でキャッチーなメロディを歌った、サウンド的に荒くて速いパンクっていうのが、イーストベイパンクシーンでは、多かったんだ。そう考えると、この2枚目って、とても面白くて、1枚目のアンファンよりも、ブレイクの歌がメロディアスになってて、歌詞もとりわけナードさを彷彿とさせる、内面的なものに仕上がってるんですよ。あと、ブレイク以外のメンバーたちのテクニカルさも、微妙に出てきてることもあって、今までのサウンド的にも、歌詞的にも、簡素で単調的だったパンクとは違う、知的な部分が垣間見れるんだ。アレンジ的に言うと、クリスのベースコード弾きとか、アダムのタムからメタビートとかは、技術の挑戦的な部分が見れるよね。楽曲の速さの面からも、今までのパンクに弱かった、疾走感あふれる8ビートから、あえて外れてるものが多いよね。何言ってんの？要するに、それまでのパンクになかった要素が、詰め込まれてるんですよ。怒られるかもしれないけど、内省的、ミドルテンポ、あとは少しのテクニカルさ、そこから繰り出されるブレイクの哀愁も相まって、今までのパンクになかった知性が感じられるんだよね。グリーンデイのボーカル様も、今までのパンクは、アホしか歌ってねえって言ってたよね。やめろ消されるぞ。とりあえず、ここから彼らのそういった魅力が現れていくわけですよ。荒いパンクサウンドで、内省的な音楽を表現し始めた。しかも速さも抑えつつ、工夫したアレンジで、さらには、歌メロも光っている。結果として、哀愁と知性を感じる、異彩なパンクがこのアルバムからできたんだ。そこから垣間見えるナードな魅力を知ると、単なるイーストベイパンクで片付けられない、重要な一枚だと、個人的には思ってるよ。とはいえ、結成当初からやってた曲も、あるんだけどね。前のアルバムから進化というよりは、そもそもの彼らの魅力がここで発揮されたって感じかな。シールドユアイズとか、そうだよね。ジョーブレイカーを知ってるって人でも、この曲もとい、アルバムを聴いてない人が多い印象だから、そういった方には、ぜひおすすめしたい一枚だね。という感じで、2枚目のアルバムを出したわけです。さっき言ったイーストベイのシーンだと、かなり高評価で、毎度おなじみのグリーンデイのボーカル様は、まさにクールとベタ褒めしてるよ。自分の映画の BGM にも使ってたよね。どんだけ好きなんだよ。とはいえ、当時としては、イーストベイパンクシーンという、アングラの1シーンだけで評価されてるに過ぎなくて、別にこれを機に有名になるわけでもない。ということで、バンドとしての知名度を上げるために、無名の状態でヨーロッパツアーに出るんだ。え？アメリカから、いきなりすぎへん？まあ、今考えると、かなり無謀だとは思うよ。だけど、功を成して、ライブ回数を減るにつれて、だんだん知名度が上がっていくんだ。おう、それはよかった。だけどツアー中、ある事件が起きてしまう。事件？うん。ボーカルのブレイクが、ツアー中に吐血するんだ。マジかよ、やべえやつやろ、それ。ブレイクって、かすれ声で歌うから、喉を過剰に酷使してたんだろうね。度重なるライブと、喉の酷使によって、ブレイクの喉にポリープができてたんだ。まあ、簡単に言うと、腫瘍だね。噂によると、巨峰ぐらいの大きさだったらしいよ。はは、でかくね。ということで、ブレイクの治療のために、イギリスで予定していたツアーライブは中止になったんだ。マジか。人気も出始めてきてたんやろ？有名になるチャンス、逃したんやな。ジョーブレイカーのメンバーたちも、そんな感じに捉えてたよ。治療後、ツアー自体は再開してるんだ。でも、目玉であるブレイクの声は、その時点で、完璧に出なくなってたらしいから、そこからは、なんとも言えない消化試合って感じだったと思うよ。同情するわ。というわけで、ツアーがそんな結果になって終わるんだ。ビボークのツアーを振り返ると、散々な結果かなって思っちゃうかもしれないけど、これがジョーブレイカー、特にブレイクにとって、重要な経験になるんだ。まあ、歌えないままライブするって、相当な経験やと思うしな。
ツアーが終わってから、ブレイクはすぐに次の作品の歌詞を書き始める。そしてブレイク自身、昔から絵を描いたり、物語を作るといった、文化的なことが好きだったことも相まって、ツアーの経験が引き金となったのか、作詞の能力がレベルアップするんだ。より内省的で、物語のような歌詞も増えてくよね。もう、オリジンパンクの思想を下達してるよね。そして、1994年、ツアーで名盤を出すわけですよ。やっとか。待ちわびたぞ。ファンの皆様、お待たせしました。散々な結果に終わったツアーを一瞬で払拭する、90年代パンク名盤のご登壇でございます。それがこの、20 Hour Revenge Therapy。焦点。とりあえず、パンクを聴いてるなら、知っとかないといけない作品です。実績だけ言うと、ローリングストーンズ氏のポップパンクのクソやべえアルバムランキング、オフスプリングや、グリーンデイのアメリカンイディオットを抑えて、堂々の順位です。オフスプリングって聞いたことあんな。かなり有名なやつやろ。パンクファンの間では有名だし、あまり解説するというかは、実際に聞いてくださいって感じです。あえて言うなら、イーストベイパンク界隈で、外してはいけない名盤であるとともに、90年代ポップパンク黄金期は、ここから始まったっていう作品です。ベタ褒めやん。パンクファンなら、1曲目でノックアウトするよね。ミドルテンポの曲も最高なんですわ。ボックスカーとかエイク、いいよね。こういった曲があるから、普通のイーストベイパンクって、言えないんですよね。サウンドも3ピースとして、最高の一言ですし、ブレイクだけじゃない。クリスもアダムもみんな主役。3人の個性のぶつかり合いとも言える、スコの一言ですね。でもやっぱり一番印象が強いのは、ブレイクの歌メロと歌詞ですよ。美貌から洗練されてて、こっからブレイクのカルト的人気が広がってくんですよ。ちなみにこの作品のエンジニアは、皆さん大好き、ビッグブラックの異端児、スティーブ・アルビンさんです。誰だよ。ニューバーナとか、ピクシーズ、スーパーチャンクとかの作品に携わってた人だよ。個人的にはヘルメットが好き。なんだって、何そのジャンル？ニルバーナしか知らねえ。というわけで、名曲揃いの3枚目のアルバムを出した後、ジョー・ブレイカーは、アングラ界隈に止まらず、世間的に有名になったんだ。おう、マジか。で、注目してほしいのが、このアルバムを出した時期なんですよ。90年代パンクが流行った時代、俗に言うポップパンク黄金期なんですが、今のメディアだと、その始まりと言われる作品は、1994年の2月にリリースされた、グリーンデイのブーキーという認識が強いんだ。あ、有名なやつや。でもこの作品って、初週の売り上げが万枚にいかず、同年の夏くらいになってようやく爆発的に売れたっていう、意外に売れるまで時間がかかった作品なんだ。それに対して、このアルバムは、同じ時期くらいにインディーからリリースして、その時から、世間的に人気を博していたんだ。冒頭で少し言ったように、当時のローリングストーンズ氏や、それと並ぶスピン氏、スラッシャー氏等といった、大手メディアで、グリーンデイが話題になる前から、これからはジョー・ブレイカーの時代って、大々的に取り上げてたからね。それが世間に広まって、今、パンクって熱くねってなるわけですよ。そういう風潮がここで整ったから、グリーンデイもその風に乗っかって、夏になってから売れ始めて、それをしきりに、ポップパンクの流行が続々と始まっていくと、そういう時代背景が見えてくるんですよ。だから、ポップパンク黄金期の火付け役ってことやな。それにしても、グリーンデイよりも先に騒がれてたのか。そう考えるとすげえバンドやな。こうして、リリースしてから、次世代のパンクバンドとして、アングラに止まらず、人気が爆発的に上がりましたと。世間的な認知度が、めちゃくちゃ上がっていて、絶好調な時、ジョー・ブレイカーの元に、とあるラブコールが届くんですよ。うん？どういう内容や？要約すると、お前ら、かっけーパンクしてるから、俺たちのツアーに参加してくれ。バイ・ニルバーナ。大スターから直々に？めっちゃすげえやん。カート様もこんな風に、T シャツまで買っちゃってるくらい、ジョー・ブレイカーが好きだったんだ。ちなみにニューバーナのこの時期は、もう皆さんご存知のネバーマインドを出して、数年経ってるから、まさに当時のロックシーンのスーパースターですよ。そんな人から誘われたら、そりゃもちろん、ジョー・ブレイカーのメンバーたちは、ツアー参加を即決するわけです。そりゃそうやろ。こうして、ニルバーナやマッドハニーといった、シアトルのウルタナスターたちとツアーライブを観光するんだ。これで大スターの仲間入りやな。やったやん。ここまで聞いてると、そうだよね。だけど、このツアーから、少しずつ、何かが狂い始めてくる。え？大スターたちとライブする。つまり大勢の観客の中でライブするんだ。しかも、彼らの認知度は凄まじいもので、メジャーレーベルお墨付きのバンドたちだったんだ。そんな彼らと一緒にライブをすることで、熱心的なファンたちの間で、ある不安がだんだんと募っていくんだ。お前らもやっぱり売れたいだけなのか？ってね。え？少しジョー・ブレイカーの拠点だった、イーストベイパンク界隈の話をすると、そこら辺って、
DIY 精神、つまり、反商業的精神が根強いシーンなんだ。そこのシーンには、イーストベイパンクの聖地である、ギルマンストリートをはじめとした、かなり DIY 精神の強いライブハウスが、点在していたと。ジョーブレイカーもそこで育ったバンドと言えるし、その彼らを見てたファンも、DIY 精神が根付いてるわけなんだ。それに関わらず、もともとパンクって、反社会的、反商業的っていう、理念から生まれた経緯もあるし、当時のパンクファンたちは、ジョーブレイカーが世間で有名になるのを、嫌がっていた人がほとんどだったんだ。そっか。有名になるとやっぱりそういう問題が出てくるよな。そしてもう一点あって、3枚目のアルバムを出した後、続々と同郷のパンク仲間や知り合いだったアングラを騒がしていたバンドたちがメジャーデビューしていくんだ。当時騒がれたのはジョーブレイカーが最初だけど、さっき言ったように先に売れたのはグリーンデイなんだ。そして知ってるバンドたちもその成功例に続いて次々とメジャーへ転向していくことが多かった時期でもあったんだ。ジョーブレイカーもメジャーから話は来ていたけど、この時点ではまだインディー界隈のバンドだったんだ。その結果何が起きたかっていうと、熱心なファンたちはこう思っちゃうんだ。みんなメジャーに行ってしまったけど、ジョーブレイカーはまだメジャーに行ってない。でも結局アングラの俺たちを見捨てて金のためにメジャーに行ってしまうんだろうなってね。うわぁ、ニルバーナっていうスタートツアーをした時点でファンからしたら、そういうお金が大きく動くバンドと一緒にライブしたってことで、いやおうがなしにそう思わざるを得ない状況だったんだろうね。こんなファンの疑心暗鬼がきっかけで、ジョーブレイカーはもともと拠点としていたイーストベイパンク界隈からあんまり歓迎されなくなっちゃうんだ。マジか。ボーカルのブレイクは少しそれがダメージになったのか、そんな不安そうなファンたちにセリフにしてきちんとこう言ったんだ。俺たちはメジャーに行かないってね。え、マジか。すげえよ。ちゃんとファンのことを思ってたんやな。そんなことがあって、その騒動の約1年後、1995年9月に、とあるアルバムを出すんだ。このアルバムは、ジョーブレイカーの最高傑作であり、それと同時に、ジョーブレイカーを、ハムスへと導いた一枚なんだ。え？エモすぎて草？破滅やて？何があったんや？このアルバムは、DCG レコード、つまりゲフィンレコード系列からリリースされたんだ。ゲフィン、なんか、どっかで聞いたことあるような。簡単に言うと、土着層大手メジャーレーベルです。ちょっと待てや。ジョーブレイカーはメジャーに転向したってことか？さっき否定してたやろ。否定ははっきりしてた。これは事実です。だけどメジャーに転向した。なんでかなんて、誰にもわかんないよ。人間の気持ちなんて、簡単に変わっちゃうんだからさ。理由はどうあれ、彼らはメジャー契約して、作品を出したんだ。マジかよ。なんでや。嘘つくなんて、ファンに対してひどすぎやろ。ここからは個人的な推測が入ります。まず、1枚目を説明したとき、メンバー間で不仲があったって言ったよね。3枚目を出して、有名になるにつれて、それはさらにひどくなったと思うんだ。事実、この頃のありさまについては、メンバー間でも語られていて、しょっちゅう喧嘩、というより、喧嘩しない時がなかったって語ってるんだ。ニルバーナという大スターとライブするんだから、プレッシャーもすごいだろうし、そんなライブを何回も続けてたんだ。相当神経をすり減らして、気が立つのも無理はないよ。そんな理由で、メンバー間の対立は強まって、謝れば済むとか、そういうレベルではなく、本当に意味嫌ってたくらいまでになってたらしいんだ。だからこそ、彼らはメジャー転向を考えたと思うんだ。このひどいバンドのありさまを改善したい。何がきっかけで改善されるか、わかんないけど、きっとメジャーと契約すれば、金銭や気持ち的にも余裕が出て、バンドが続けられる。そんな気持ちがあったから、メジャーにすがりたかったんだと思う。メジャーと契約すれば、こんなひどい状況から抜け出せる。そんな一流にすがる気持ちがあったからだと思うんだ。当時そんな状況やったんか。なんかそう聞くと、メジャー契約も仕方ない気もしてきたな。金の重みを甘く見てはいけない。金は、精神安定剤であるとともに、なければ精神崩壊を助長するものでもあるからね。それを手軽に体験するんであれば、一貫消費者金融で100万くらい借りて、協定で溶かすのがおすすめ。何おすすめしとんねん。なんか、いろいろあったってことやろな。で、一応聞くけど、このアルバムは売れたんか？売れませんでした。予想通り、最初に破滅って言っちゃってるもんな。最高傑作なんだけど、売れなかったんですよ。まずは売れなかった理由を考察してみようかな。3点あると個人的に思ってる。1点目は、さっき言ったファンの反発。明言してまでメジャー転向しないって言ったのに、結果的にメジャーからこのアルバムをリリースする。結果だけ見れば、嘘ついたってことだからね。下手に有名になっちゃってたからこそ、その一言の影響力はでかかったと思う。わざわざライブチケット買って、ジョーブレイカーのライブに背を向けてる人がいっぱいいたっていうしね。ブーイングよりも
も心にダメージを負わせるやつ。相当怒らせたんやな。そういったファンの怒りを買ったってのが売れなかった1点目の理由だね。とはいえグリーンデイもメジャーからリリースした時はそんな感じだったんだ。グリーンデイは売れたけど彼らは売れなかった。なぜか。そこで2点目の理由としてはプロモーションの失敗ですよ。プロモーション、宣伝活動のことか。なんか前のウォールみたいにおざなりになってたんか。いや、レーベルからしたら結構手厚い方だと思う。グリーンデイよりも先に騒がれてたパンクバンドだったからね。それにグリーンデイと同じようなプロモーションのかけ方だったし、サウンドレコーディングも PV も広告の仕方もちゃんとしていた認識だよ。でもそれは悪く捉えるとグリーンデイと同じプロモーションをしてたってことなんだ。どういうことや。先に売れたグリーンデイに習って何から何までプロモーションを真似ていたんだ。サウンドプロデューサーも同じだし、このアルバムの収録曲の PV の監督も同じ。クリスは何から何までグリーンデイを見習ってたと語ってたよね。つまりグリーンデイの2番選手感がすごかったんだ。それはなんか一般人からしたら好きになるどころか鬱陶しく感じるかもな。それに少し違うけど、当時の人気音楽番組 MTV の出演を狙って関係者をライブに招待するもライブがひどいありさまでおじゃんになったっていう話もあるね。不憫やな。そして3番目、これがメインの理由だと思ってる。それが曲。曲、普通にダメな曲多かったんか。さっき傑作って言ってたよな。曲はすごくいいんだ。このアルバムに影響を受けた人はとてらいっぱいいます。なんで傑作かってのは後で解説はするけど、ここでは一旦売れなかった理由として考察を進めるね。端的に言うとこのアルバムのサウンドはパンクからかけ離れてたものだったんだ。え、どういうこと。それまでの彼らの曲は3ピースのパンクバンドの武器である荒さがちゃんと魅力として伝わるようなサウンドだったんだ。ブレイクのかすれ声に雑に歪ませたギターサウンド、いい意味でうるさいリズム帯、それらが相まってちゃんとしたパンクサウンドになってるんだ。もっと細かく言うとイーストベイパンク特有の荒さっていうのかな。リズム帯のうるささとかすれ声のボーカルから放たれるキャッチーなメロディがいかにも80、90年代パンクって感じで、熱狂的なファンたちもこういうパンクサウンドが好きだからこそジョーブレイカーが好きだったと思うんだ。だけどこのアルバムサウンドとしてはギターロック寄りになって、その荒さがあまり感じられない。かつブレイクもパンキッシュな歌い方をしてないんだ。え、それってパンクって言えるんか。そう、アカネちゃんの言う通りそこだと思うんだ。パンクバンドとして有名になった彼らがパンクとは違う音楽を出してきたんですよ。それまでのジョーブレイカーのパンクが好きな人にとってはこれを好まないというのは当たり前だと思うんだよね。まあパンクバンドって言われて全然違う音楽出されたらはっってなるわな。それにクリスのベースとアダムのドラムも全然目立ってないんですよ。音量的な観点だけど、もうブレイクのボーカルとギターだけが前面に出てくるミックスの仕方でもあるんだよね。ギターのオールオブサウンド感はやばいよね。音圧戦争に関わりがありそう。さすがラブって感じだね。は、褒めてるよ。という感じでここまで踏まえると今までのジョーブレイカーじゃない楽曲が出てきたんですよ。だから当時の感覚としては意味わかんねえって感じだったんだろうね。それにパンキッシュさが失われてるから変にセルアウトしに来たなとか思われたんじゃないかな。うお、なんかいろいろと思われたんやな。ちなみにテンポが遅くなったから売れなくなったってレビューしてる人いるけど、それは間違いだと思ってるよ。アダム本人も言葉としてはテンポが遅くなったって言ってるけど、別にこのアルバム疾走感ある曲はあるし、ドラムプレイヤーからするとテンポというかドラムフレーズがシンプルになって、歌を強調させるために前乗り系の少ないビートでフィルの手数も少なくなったがゆえの発言を分かりやすく総括してそう述べたものだと捉えてるよ。ちょっと何言ってんのかわかんない。いや、ちょっとね、このアルバムのレビューをいくつか見てるとリボークを聞かずにそう判断してる人が多いような感じがするんだ。ミドルテンポの楽曲は普通に昔からやってますからってお話です。はい、ジョーブレイカーファンの小言でした。なんやそれ。とまあそんな感じで当時としては大不評なアルバムだったんだ。歴史を追って説明したいから一旦このままその後どうなったかっていうのを説明するね。この4枚目のアルバムをリリースして数週間後、この作品は廃盤となるんだ。そんな売れなかったん。4万枚売れたらしいけど、メジャーレベルからしたら大失敗だね。プロモーションも金かけてたし、うわぁ、アルバムは全然売れないし、ファンからのパッシングもすごい。ということもあって、リリースされてからすぐに彼らはメジャーに見放されることになる。そうなると、メンバー間の仲の悪さがもっとひどい状態になっていくんだ。そして、1996年、ニルバーナの元ドラマーデイブ・グロール率いるフーファイターズのツアーサポートをしてる時、とある出来事でダムが決壊したんだ。とある出来事。ツアーを回る番の中で泥酔したブレイクがクリスの髪にダムをかけた。どういうこと。
ガチの嫌がらせですよ。こんなことを平然とするくらいに、当時のジョーブレイカーは、肉体的にも精神的にも、やばかったんですよ。で、ブレイクとクリスで、ガチガチの乱闘が始まるわけですよ。これがきっかけで、もうバンドは続けられないってことで、ジョーブレイカーは解散するんだ。マジかよ。これが破滅ってことか。ただの喧嘩なら露知らず。これまでの説明を聞いてると、本当にいろんなことがあって、たどり着いた先がこれやったんやな。もっと詳しく知りたいのであれば、ジョーブレイカーの映画をもちろん、しれっと宣伝すな。まあ、音楽してると少しわかるよね。3人のアーティストとしてのプライドとこだわりが、いつの間にか人間の性格の衝突になって、それがこんな形で爆発しちゃった感じなのかな。音楽活動って難しいんやな。という感じで、ジョーブレイカーは1996年をもって、解散。メンバーたちは、それぞれが別の道を歩むことになるんだ。そしてその2年後、ブレイクが決定したあのバンドが全然。私の出番ね。主題から外れんのやめろ。エモの話じゃないなら、パチヤギでも言ってるわ。ねえ、私も言っていい。解説やりきってから意見。ということで、ジョーブレイカーは、終わってしまったんだ。それにしても、悲しいな。こんな終わり方、ひどすぎるわ。だけど、数年後、2000年代に入ると、奇妙な現象が発生し始めるんだ。え？圧倒的不動で終わったこの4枚目、There Youのアルバムが、なんか知らないけど、ネットのオークションで、高値で取引されていたんだ。え？オークションで？売れなかったから、廃盤になってしまったこのアルバムが、続々と高値で売れていくという現象が、多発していたんだ。当時は1万円以上で売れてたらしいね。メジャー新戦争で負けてから、なぜか入札戦争が始まってました。そして、このアルバムが、パンクではない、あるジャンルで評価され始め、当時の評価とは真逆の、スーパー名盤となっていたんだ。そのジャンルこそが、イモーです。うん、ファンによって賛否両論なのはわかるけど、エモをたしなんでいると、やっぱりこのアルバムは最高傑作なんですよ。この入札戦争が始まったのって、2000年代の初頭くらいからで、2000年代初頭って、エモムーブメントが密かに来てた時代でもあるんだ。前の解説でやってた、ナインティーンズエモとか、アーリー00エモとかやな。そう、源流はアメリカ東側ハードコアシーン、それが発展したイモーなるジャンルが、2000年代になると、世間的に有名になってくるんだ。インディーから出してるにもかかわらず、万枚セールス達成してるエモバンドも出てきてるからね。ということで、エモシーンが勢いづいてきたと同時に、それと呼応するように、このアルバムが再評価されて、結果として、エモシーンの重要な一枚になるんだ。実績を言うと、ローリングストーンズ氏のエモいアルバムすげえやつランキングは、堂々の4位です。すごいやん。ランキングが全てではないのはわかるんだけど、ブレードやアメフト、ジェフオーディーやマイケルよりも上位ってのは、普通にすごい。プロデューサーのラブさんも、5年後に発売してで売れてたわって言ってたね。ということは、このアルバム、時代を先取りしすぎてたっちゅうことか？そう言わざるを得ないんです。さっきは売れなかった理由をメインに説明したけど、こっからは一エモリスナーとして、このアルバムの魅力を解説するね。やっぱりなんといっても、ブレイクの内省的なボーカルスタイルが、ここで確立されたんですよ。それまでのパンキッシュさをそぎ落とした代わりに、歌い方とメロディに深みが増したおかげで、それまでのジョーブレイカーにあった哀愁さが、これでもかと言わんばかりに前面に出てくる。で、エモ特有のサウンドの緩急も、ギターの強音さで表現されてて、ミッドウエストエモ、いわゆるアメリカ中西部で発展したエモをたしなんでいる側からすると、めちゃくちゃ異質なエモなんですよ。人気が出た当時、メディアから、東海岸の繊細さを持つ西海岸のパンクバンドと、言われることがあったんだけど、パンク要素をそぎ落として、東海岸の繊細さが重きになっていて、そこに、イーストベイパンクで、培われたメロディセンスと、メジャープロデュースの熱いギターサウンド、そして、ブレイクの深みを増した歌声の化学反応によって、他の92000年代エモとは違う、哀愁という感情を音楽として、見事に具現化しきったっていうのが、もう、うん、なんていうか、好き。急に雑になんなや。あ、ちなみに、エモについて詳しく知らない人は、この動画を見てね。宣伝すんなや。ということで、簡単にまとめると、ブレイクの中にあった音楽が独自に進化しすぎて、当時は理解されなかったっていうアルバムなんですよ。それが時を経て、エモシーンとリンクされたために、再評価されて、名盤となったんだ。そっか。評価されたんやな。よかったで。そして高値で売れるっていう現象が多発してたことで、このアルバムの配給元である、ゲフィンレコードは、再販を決定すると。再販決定するくらい、売れてたってことかよ。そして、ジョーブレイカーなんだけど、こういう出来事が2000年代にあったこともあり、メンバーたちは、十数年ぶりに顔を合わせる機会も増えてきたんだ。まあ、最終的には、メンバーの仲違いが理由で、解散しちゃってるから、10年越しになるのは、しょうがないよね。気まずいと思うし。
でも、このままずっと顔を合わせないで終わるなんてことがなくてよかったよ。ジョーブレイカーのこのアルバムもとい、バンドとしての再評価は、2010年代も続いて、長い時間はかかったけど、2017年に、ジョーブレイカーは復活するんだ。2019年にはヨーロッパツアーをしたり、今も音楽活動を定期的にしているよ。ああ、なんか涙出てきた。本当によかったな。こんな感じで、メンバーとのいざこざや、ファンからのパッシング、メジャー転向による緊張感の高まりや、先取りしすぎた音楽とか、いろんな要因が積み重なって、こういう歴史を歩んできたバンドなんだけど、今もこのバンドが大好きな人はいっぱいいるんだ。グリーンデイなんて、同期みたいなもんだし、ニルヴァーナのカート・コバーンだって好きだった。2000年代のバンドで言うと、有名どころは、フォールアウトボーイや、スパルタとかが、彼らの楽曲をカバーしてるしね。フォールアウトボーイは、でもポップ。ポップパンクといものにオーシャンズのスターですね。スパルタは、バッタザタライブイン系列ですね。まあスパルタもいいけど、スパルタもいいよね。こんな感じで、言わずもがな、いろんなところに影響を与えているバンドなんだ。イーストベイパンクのヒーローであるとともに、パンクといもの架け橋となった存在として、個人的には大好きなバンドだよ。ということで、今回はここまでかな。いや、今回もボリューミーやったな。もっと小話も入れたかったんだけどね。それにこのバンドの話をしてると、音楽ってなんだって思っちゃうよね。時代によって評価が変わるとか、バンドを続ける難しさとかさ、そういうことを改めて考えさせてくれるバンドとも、私は思っちゃうんだよね。それにやっぱり熱が入っちゃうよね。好きなバンドだからさ、前のディセンデンツ、オールもそうだし、好きなものだと話したいことがありすぎて、結果長い動画を作ることになって、それゆえに投稿ペースが遅くなっちゃうこともあるし、なんか難しいなぁ、動画作りって。まあ、マイペースで頑張っていくんで、今後ともよろしくお願いいたします。とりあえず、ジョーブレイカーの解説は以上だよ。これを機に、ジョーブレイカーっていうバンドを知っていただいて、じゃあ実際にどういう音楽なんだろう、って、興味を持ってくれて、実際に聴いていただけたら、私としては、勝ちの一言だね。ぜひ聴いてみてください。また、動画が面白かったら、気軽に、いいねやコメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。